はい、それでは続きやっていこうと思います。ちょっとね、鉄道の開通とかね、いろいろやろうかなと思ったんですけども、やっぱりね、マップ奥に行けば行くほど出てくるモンスターたちもね、強くなってくるみたいで、でもね、なんかレベル11とか普通にいたので、さすがに倒せなくてですね、でもいくつかトレジャーゲットしてきたので、それのね、鑑定をして、まあ、ね、50万ゴールド行けば先に進めるので、ね、ちょっと一回戻ろうかなと思います。はい、では8割1人ごつだね。今日金曜日だから、ちいかわ多分アニメある日かな。いや、早くね、福袋届いてほしいんですよ、ちいかわは。12月の末らしいからね、めっちゃ楽しみなんですが。さあ、鑑定です。鑑定です。4つゲットしてきたぞ。なんだ、初めて見るお宝だぞ。おう、あんまり石の牙、あ、これムチや。やったぜ。お、グリーンのガムのムチ、お、いいね。これは初めて見るお宝だぞ。メタルキングのある、あ、めっちゃいいやん。これは見たことないな。鱗の盾。これはなんだ、キングスライム、あ、メタルガングの盾。ほう、え、もう余裕で50万超えたやん。わーい、お宝発見はプラス27%。おお、やったぜ。お疲れ様でした。お宝探し、お疲れ様でした。こうして鑑定することで初めて価値が分かるのです。それにしても、お宝の鑑定のために毎回駅まで戻るのって大変ですよね。その時にはキメラの翼が便利です。お宝を持ったままひとっ飛びで帰れるのです。お試しください。あ、ありがとうございます。おお、キメラの翼1個かよ。遠い昔に絶滅したというとあるモンスターの翼、お宝を持ったまま拠点まで移動できる、使ってるのかな。やっぱり消耗品よな。そういえば、皆さんの団の成長のために日課クエストというものを用意しました。日課だと、日帰りで更新される小さな課題です。達成した心ばかりのプレゼントもあります。お願いします。達成したら、あの掲示板を調べてご報告を。ぜひ団の成長に役立ててくださいね。日課クエスト、はい、後で調べてみよう。さて、この調子でお宝を集めていけば、この段もぐんぐんと大きくなりますよ。そしたらきっと道も開けるはずです。まずお宝をどんどん集めましょう。はい、クエスト、お宝を集めて段を大きく。あ、はい。え、まだお宝探しが続くのか。いや、でもトレジャー上がっただろう。やりましたね。50万超えたぞ。やったな。100万到達。100万到達。イエーイ。たたたーん。ひよっこお宝ハンターだ。ランクが上がったぞ。ランクが上がりましたよ。へえ、ランク上がるとなんかいいことあるんですね。仲間を派遣できるようになりました。指導員ジャネマンに話しかけて、団の仲間たちをいろんな場所に送り出そう。次、400万か。ジャンク。派遣ってなんだろう。兄貴おかえり。な、ちょっと俺の話を聞いてくれよ。兄貴が冒険に行ってる間さ、暇で暇でしょうがないんだよね。まあ確かに。この前の草地もやっぱ俺も冒険がしたいんだ。だから余ってる団員のモンスターを連れて俺も冒険出ることにしたからな。ブブ。社員業のどこにいるジャニモさんに僕から頼んどいたブ。派遣とかっていうのができるみたい。後で話を聞いてみてほしいんだブ。ああ。オッケー。うん。おー、モンスター派遣、いいね、いいね。いろいろね、モンスター、スカウトしたからな。その子たちが使えるのはいいことですね。次は、ダンのランクを4に上げる、はい。ちょっと待って、違うお宝が見つかりそうね。新しいことがありそうですよ。カニオキモーション、確認。いろいろいるんだわ。応募が来てます。おお。あ、ララ、スラミ、あ、これいいね。あ、なんだと、素材が、鎧、サイモン、ブレロン。あ、おー、ユデンサリ、シャーロット、マッティ。決めましたか？じゃあ、シャーロット。一緒に行こうぜ。一緒に行こうぜ。ちょっと、
連れて行ける子を連れて行くか。いいですね。じゃあこの子も今日から仲間だ。仲間だ。マッティ、いいですね。と決めました。この子もいけるか。力を貸してくれよ。かわいい。よし、ね。いいですね。と、あと鎧さん、鎧さん、鎧さんと聞くとチーカを思い出すんですけれども、でかっ。よし。と、いいですね。あとボレロは無理か。決めましたか。じゃあ君、頼りにしてるぜ。オイルハンドだって。いいね。いや、マーブルスライム仲間にしたいな。いいですね。スラミ、こうなんか謎の木の実が足りない。他に何か利用されますか。オッケーで話しかけて、我が輩に任せろ。パーティー編成交代するか。で、この子たちは私の仲間だから、はい、ちょっと待って。どんな用か。派遣か。派遣だな。覚えとくといいわ。団の仲間たちを世界各地送り出し、お宝探ししてもらおう。ぴったり度を高くすれば、いろいろな素材だけでなくお宝も持ち帰ってくれるぞ。派遣先で見つけたお得情報を報告してくれることも。第一派遣隊、派遣先いろいろあるのかな。行き先はどこだ。ほう、見つか、あ、素材とかね、やってくれるんですね。じゃあここにしよう。編成、お任せ編成とかあんのかな。のだ、まあ適当に。はいはいはい。じゃあ君たちで行ってらっしゃい。はい、で出発。いいのか。かかる時間、あ、15分とか早いね。出発だ。出発だ。いいね。どんな用だ。これやばいな。これもまた時間泥棒なゲームだな、きっと。段ランクを4に上げるまで、とりあえずあれかな、トレジャーをいろいろこなさないといけないってことかな。そうだね。じゃあちょっと上げてこようかな。よし、じゃあちょっと、あ、ビーストモードあんの。ビーストモード神あったよね、あの11で。無敵ビーストモード、へえ、こんなのあるんや。お宝ゲット、モンスターを倒せ。なるほどね。旅人クエスト、寮の鉄道クエスト。やっぱりなんか鉄道のあれか、復旧がメインみたいですね。じゃあちょっと、ランクをね、4まで頑張って上げてこようと思います。はい、今ね、ちょっとランク3まで上げてきたんですけど、アガサタイム街でなんかトンボたちにね、なんか焚き火で、一休みしろって言われたので、休むことにします。イベントかな？ねえ。8割一人ごつだ。もう順調に大きくなっているよね。この辺にお二人にはちょっとあたいたちのことを話しておきたいな。あたいたちが7つの流石を探しているごとは以前話したと思うんだけど。ブブ。それで神様から与えられた使命なんだブ。実は僕たち、すごく遠い世界からできた神の使いなんだブ。へえ、そうなんだ。神の使い。7つの流石を集めないと故郷に帰れないの。だから私たち流石を探してるってわけ。それで思い出したのが、流玉の迷宮で流石のことを教えてくれた石板のこと。あの石板がまだあるかもしれないから、流玉の迷宮をもっと調査したいんだブー。でも開かない扉があって先には進めなかったんだよね。だから駅の修復が終わって暇してた親方さんに声をかけてみたの。扉が開いた二人には流玉の迷宮を探検お願いしていいかしら。7つの流石を早く集めるためには石板を見つけたらいいんじゃないかと思うの。あ、よっ、あ、皆さんこちらにいらしたんですね。後で私のところに来ていただけませんか。ちょっとお話ししたいことがあるんです。はいはい。みゅみゅ、いろいろやることがありそうに、今日も休みましょう。
じゃあ、ちょ、セシリーさん、お話を聞いてみましょう。ねえ。ねえ、神谷さん、私から一つご提案があるんですけど、8割独り言でもだいぶ大きくなって、不便も大きくなってきましたよね。そこで新しい施設を追加してはどうかなと思うんです。いくつかリストアップしましたので、良い施設ごと選んでみてください。その施設が追加できるように私はお手伝いします。どんな施設を追加したいですか？あ、なんだ？新しいことがありそうですよ。新しいこと、ちょ、施設、施設。よろしくです。いつでも買い物、美味しい料理。おー、スリングショット。え、商店が欲しい。マーゴムを探して連れてくる。クフィー砂漠と、他に何か利用されますか？なるほど。ちょ、加入希望者。希望者はこちらです。今のところちょっと素材不足でみんな入れそうになって、スライムベースとかね、いました。なんか火山っぽい島のところに。なるほど。じゃあちょっとまた。あれですね、ランク4まで頑張っていこうと思います。はい、ではランク4に上がりました。やった、それなりお宝ハンター団来たね。これでメインストーリーが進められるかな。なんか外交員リプロンが訪れた誰だ。はい、他のプレイヤーとつながる。あ、なるほど、そういう要素があるのね。次は1、10、100、1000まで2000万か。なるほど、トレジャーもね、いろいろね、ゲットしてきました。あ、ターニャってあれだよね、あれドラクエ6だっけ。あ、デモラ5。え、ヘンリーも5だよね。夏ジャンクもいろいろね、ゲットしました。たくさんありますね。お疲れ様です、神さん。さらにたくさんの宝が、あ、お宝が集まりましたね。ところで実は紹介したいものがありまして、私の古くからの友人なのです。あー、かっこいい。好き。はじめまして。はじめまして、神さん。私、外交員のディプロンと申しますね。トマさんにあなた方のことを聞いてお役に立つべくやってまいりました。あー、キラーマシンシリーズや。私を通していただけば遠くにいる他の団と交流できます。好きなお宝を好きな場所に隠したり、他の団が隠したお宝を探したりできましたよ。お待ちくださいね。あ、はい。あー、好き。帽子と蝶ネクタイおしゃれですね。外交インディプロン。でもあんまり使うことなさそうかな。残念だが。お願いします。外交のことが気になるようでしたら、ぜひ彼の話を聞いてあげてください。おお。お、そうです。流玉の迷宮に扉を見ていた親方さんから連絡がありました。扉を開くことができたそうです。すぐにそちら行ってみてください。はい。亀たちは流玉の迷宮にいる親方のところへ向かった。扉一つ開いたのかな。さあ、まだね、7つの竜石1個もゲットしてませんから。私たち、お、扉ぶっ壊した、壊したんかい。親方さん、ご苦労様、先へ進むことができるわね。あー、これはなんかまたワープしちゃいそうな。これ旅の扉ってやつね。どこへ繋がってるのかしら。お宝が見つかるかもだけど、危険もありそう。入るなら気をつけた方が良さそうね。あら、何か見つけてるのかしら。おお、流浴の迷宮を冒険できるようになった。地上に戻りたい時はメインメニューの広場へ戻る。また脱出を使おう。あ、それで脱出っていうのがあったのか。なるほどね。あれ、何されてるんですか。この下に何かありそうだな。時間かかりそうだが、ホルカ、お前は他のことをやっててくれ。もし地上に戻りたいならメインメニュー広場へ戻るを使うと早いぜ。ほぉ。じゃあこれで、広場へ戻るね。はい。はい。そう、キメラの翼さ、どこにも売ってないんだけど、消耗品の場合にはなんか見つからなくて1個使っちゃったんだよな、無駄に。なんか今ゼロです。さあ、私はね、ディプロンとちょっとお話ししたいんですわ。こんにちは。あ、こんにちは。はい。はいはい。お申し付けくださいね。お申し付けくださいね。なるほど。じゃあ、私、メインストーリーを
は、そうだよ、流浴の迷宮行けばいいんだよな。じゃあ、もう一回戻るか。なんかさ、フィールド中歩いてるとさ、時々強いモンスターいんの。でさ、なんだっけ、ベスキングみたいなのがいてさ、めっちゃ欲しいんだけど、レベル17とかで高いんですよね。入ってみます、この中。両方の迷宮、B1回、適正レベルは10、あ、いけるやろ。いけ。マップも何もないよ。さらにここに行けばいいのかな。次のルームへ。あー、敵が出てきた。いける。楽勝や。ねえ、やりますね。はい。敵をひたすら倒していけばいいんだな。こっちに。そういえばね、スライムのね、群れの中に、メタルスライムとかいましたよ。もちろん倒せなかったけど。もできるんや。へえ。コイン。うん。これなんか最後ボス戦とかになったりするのかな。どんどん出てくるな。マーブルスライム、かわいい。オッケー。アルケミスト、あ、ブリジストンみたいな。あ、次。お、あ、なになに、買い物していきなとか。ないない、お前神かよ。あ、なんかグラサンしてんだけど、かわいいね。旅の商人さん、何が買えるんです。あ、玉か。へえ、残属性。なにこれ、でもなんかめっちゃ高いな。お金結構今持ってるけど、使ったらあっという間になくなっちゃいそう。一応休んでこう。少し休むか。HP 回復できるだけでもありがたいな。さあ、続きやっていきましょう。はい。ここはマーブルちゃんか。いいね。ん？まだいる？敵。そう、お宝をゲットすると経験値も入るからね。まあなんかこう、野生の敵倒してもいいし、お宝探して経験値得るのもいいし、結構育成手段は。いろいろあって楽ですね。やってて思ったのが。えの？はい。お、あれ？また？なんか買っていく。あらあら。結構なんか定期的にあるんで、なんかニャゴ飯ってない？これ。オーロラシェイク。え、やば。へぇ。普通小焼き、体技、ブレス、呪文への耐性をショーアップ。めっちゃええやん。けど、めっちゃ高い。にゃご飯。1個だけ買っときな、これ。でも高いな。にゃごすの好物らしい。っていうか、にゃごすのこと、みんな忘れてな。私は覚えてるぞ。さあ、もう一回休んで。はい。スライムちゃんだ。
の気配、はい、はい、ボスかな。ゴールデンタイプス、ほぼー、なるほど。なんか聞くかな、そういえば私全然弾使ってないんだよな。なんか使うやつ毒状態、スカウトだ。これスカウトはできないよ、さすがにボスは。ね、石ころ、あ、石ころにすっか。あ、でも全然使わない。え、なんか弱点のポイントとかあるのかな。普通に切った方が早いか。いて、なんか弾変えるか、やっぱコイミ、スカラ、ベレ、スカート、あれなんかもうちょっといろいろあったと思うけど、弾めっちゃ少なくなってる。あれか、マヤちゃんが持ってんのか。じゃあ、ルイ、ほら、これ結構効くやん。ほら、ほら、ほら、リベージュ5か、高い。あ、いいね、ピュッとピュッとピュッと。映像、映像、ほんと、オッケー、ありがとうございました。報酬なんかもらった。ゴールド、お、お金稼ぎ、キュートスライムコイン。敵は何か落としていったようだ。あ、ブラドクォーツ、あ、ここでゲットするの、ブラドクォーツ。へへへへ、なるほどね。通りでないかと思ったわ。おーい、まやちゃん、イシシ、兄貴が旅の扉の先を探検するって聞いて面白そうだから俺も来たぞ。なんかそもそも宝箱に早速開けてみようぜ。あったね。みよ、もしかしてこの中にあるのって例の石板じゃない？ブブ。それじゃあまた7つの領石のことが何かわかるかもしれないブ。読んでみるわね。はい。竜の角、炎を吹き上げし山の王たる赤き大巨人がその身に宿す。みょー、今の情報は7つの竜石のうちの角の竜石で間違いないわ。ブー、炎を吹き上げし山があるのって背中火山島のことだと思うブ。みょみょ、そこのどこかにいる赤き大巨人っていうのが角の竜石を持ってるのかしら。なんだか強そうだけど7つの竜石のために行くしかなさそうね。オッケー、目的地が分かりましたな。竜石の場所で、なんか巨人だから、なんかさっきのボスみたいな感じのやつかな、多分出てくるの。冒険目的、はいはい、まあ、今回はここまでですかね。サボさん、さっきなんかホリホリしてたあやつらは何をやってんの？なんか見つかりました？まだか。はい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 。あ、なにこの見ましたっけ？ホイミダンの中級レシピ。お、ベホイミダンやっぱあるんや。だからお宝。これは？あ、また来た、ブラドクォーツ。ありがとうございます。2個もくれた。やったぜ。あ、じゃあ広場に戻って、今回はねここまでにしておこうかなと思います。はい、じゃあ、次回はセナック火山島ですね。ここからやっていこうと思います。はい、ではお疲れ様でした。